ニューウェーブアワードの授賞式に移らせていただきます。この賞は新しい才能を発見支援する夕張映画祭がクリエイターの支援に力を入れる協楽ピクチャーズ株式会社とともに今の映画界で活躍されている映画人に今後新しい波ウェーブを起こしてほしい、ニューウェーブを起こしてほしいという気持ちで設立され表彰するものでございます。それでは早速本年度の受賞者を発表させていただきます。まずは男優部門です。男優部門受賞者は前田郷敦さんです。それでは男優賞の前田郷敦さんからどうぞステージの中央にお進みください。そしてプレゼンターは協楽ピクチャーズ代表取締役社長小川博史様にお願いいたします。ではトロフィーの授与でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ではここでフォトセッションです。お二人お並びください。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。それぞれなんていうかこう受賞するに足る雰囲気というか、はい、本当にそうですよね。実績というか持ってらっしゃいますよね。今年のこう顔っていう感じが皆さんご活躍を見ていてもありますよね。前田さんにしてみると、日の丸ソウルがあって、長野オリンピックのテストジャンパーの話、自分はオリンピック出られないけど裏方として働くところに、すごい葛藤を込めたお芝居で、千葉真一さんの息子さんとしてやっぱアクションでいくのかなと思ったらそうでもなくて意外と内面のお芝居とてもお上手かと思ったら東京リベンジャーズで銀髪にして、まあかっこいいアクションをね披露するという幅広い役柄をこなされてるわけですよね。で南沙羅さんも幼子を我らに生まれてで、あれ田中玲奈さんの娘やすさんで、玲奈さんが浅野忠信さんと再婚するっていうんで、そこでの幼い子供としてのこうお芝居がもう新人賞総なめで、あれから4年経ってもう今度は大河でしょ、鎌倉殿の13人になって、だ素晴らしいなと思って ねこれからも期待できるバカリさんも含めて、そうですよね、方々への受賞ということになりました。はい、